この上に行けってことよね、多分。ここか。目的地出てるね。ってことは上まで向かっていくか、とりあえず。ん？どうした？あれれーと、コナン君？コナン君来たね。どうした？あれれー。ふたば。おっと、ふたば、ふたば姉さん、なんや、自分。こないの危ないとこに来たらあかんやろ。あれ、ふたばってなんか新聞社の人じゃなかったっけ？新聞に赤い岩を貪るゴロンド君に注意って書いてあったやろ。読んでません。読みました。まあ、素直に行こうか。は？嘘やろ？この、凄腕新聞社の双葉さんが書いた、ゴロンド君によるたかりが横行中。たかり、そんな言葉ゼルダで聞きたくなかったけど、ゴロン市に向かう旅人は注意が必要。っていう渾身の記事読んでへんとか、ありえへんわ。めちゃめちゃコテコテの関西弁。でもまあ、どっちでもええわ。他人に構ってるほど、暇ちゃうねん。うちにはまだ誰にも解明してない大いなる謎を追うという使命があるからな。なんかでも双葉の新聞社にしたよね。それ三葉か。ちょい、そこの大いなる謎って聞くと、うん、ごめんごめん、もういちいちうるさいな。関西人こんなうるさくないからね、ちなみに。しゃあないな、そんな聞きたいなら特別に教えてあげるわ。昔昔、大昔の話やけどな、ゴロン族は地下で暮らしてたらしいねん。ほうほうほう。その場所や詳細は未だに謎に包まれてて、そこがゴロンティア、そうなんや、ゴロンティア、かっこいい。ってことは、なんか今回はじゃあ、空じゃなくて地下に行く説あるかな、これもしかして。メタ的視点で言うと。でも、どこのゴロンに聞いて、どこのゴロンって、ゴロン呼びしてんの、まさか。みんな知らんって言うねんな。でも、うちは諦めへんで、なんたってうちは、凄腕記者やからな。誰も知らないこの大いなる謎解きを、謎を解き明かして、いつか絶対本にすんねん。そんなもん、謎って、双葉さん。ダサー、今からサインの練習しとかな。あー、なるほどね。謎の都市と。まあ、だから、今回は多分そういう地下に行くんかな。おっと、危ない、危ない、危ない。大丈夫か？大丈夫そう？その風貌、お前、リンクってやつころ。デューク。うん。死神ですか？デスノート？ユン社長がリンクってやつをユン組本部に来させるなって言われてるころ。この先にはトロッコに乗れば本部に行けるってことを教えない。うん、トロッコに乗れば行けねえな。なるほどね。ありがとう。うん、ありがとう、情報。うん。ありがとうね。トロッコに乗っていいけど。でもトロッコどうやって操作したらいいかわからないんですけど。先輩。あんたは？バンクシャー。なんだよ、あんたもユン組で働きたいのかい？それなら。ああ、ダサーダサー。あ、このユン組本部に来たきゃ行けよみたいな。でも悪いことは言わねえ、やめといた方がいいぞ。天変地異が起こるまでは良かったが、今のユン組は、いや、ユン社長はどうもいけすかね。ああ、なんで美味しいわなんかに手を出してしまったのかね。なるほどね。あ、さっきの子供は、おっと、違う違う、お前はつったく、あ、黒すぎて見えんかった。はあ、トロッコを動かそうにも安全確認役があれじゃな。おかげで今日も全く仕事にならなかったよ。美味しいわだっけか。ユン社長があれを採掘しだしてからみんなおかしくなっちまったんだよな。あ、うんうんうん。でもその操作教えて。びくともしない頃、あ、うん、コップス、お前どういう話しかけ方してるの。ここからトロッコに乗ればあっち側に行けるって聞いたけど、これどうやって動かす頃？あっち側に古代都市ゴロンティアが眠ってるかもしれないのに。そっとしておく。お兄さん、誰だ頃？なんでもない頃。ゴロンティアっていうのは昔のゴロン族が住んでたところで、そこにはすっごいお宝が眠ってるって言われたり、今よりも文明が発達してて不思議な乗り物に乗っててって噂があったり、僕がこのトロッコで探そうとしたけど動かし方がわからなくて困ってたんだ。絶対秘密なんだからな。古代都市。古代、これミニチャレンジなの？うん。これミニチャレンジでどういうこと？あー、まあ、動かしてあげたってこと、これを。うん、来たな、来たな、なんか。コップス、できたよ。動くようにしたよ。うん。いつの間に？それに、なんで僕がトロッコを動かしたいって、だから今言ってたよ、お前。コップス？ちょっと大丈夫？病院行った方がいいんじゃない？頭の。まあ、なんでもいい頃、助かる頃、それじゃあ、一緒に行こう。うん、遠慮なくて、一緒に行くよね、さすがに。
え、一緒に行ってくれる頃だよね。え、な、あ、一緒に行くってことだよね。そういうこと？コップス。ボランティア、待ってて、今行くから目的地は？やり直そう。え、なんかどうした？急に笑い方怖かったけど。僕はトロッコレールのあっち側に行きたいから。なるほどね。これどうやって行けばいいの？え、これ、あれか？え、いき、こんな、クソスピードでいける？これ、いけるよね？おっと？いいね、いいね。うわ、なんか敵いっぱいいるな。おー、なるほどね。遅ない？遅くないですか？ちょっと。うん、襲われてるね。あ、ここで。誰かが。ちょっと待って、ごめん。後から助けに行くから。よし、ユン組本部、オルディン渓谷。おお、ユン組の本部が見えた。ということは、レールを渡り切った頃。これ、メインチャレンジじゃないの、ちなみに。なんでミニチャレンジにした？こっち側まで来れば、あとはゴロンティアを探すだけ頃。ありがとうは。で、お兄さん、まだいた頃？ありがとう。ちょっと待って。その驚き方、子供も驚、一緒の大人と一緒の驚き方してるな。この驚き方好きやわ。あ、危ない、危ない。僕がゴロンティアを探してることが、お役、うん、心の声見えてんねん。あ、お礼が欲しい頃ね。僕としたことがうっかりしてた頃。うん、いや、ことやっぱ大人より子供の方がなんか、ほんまちゃんと礼儀をわきまえてるよね、この世界。いるのか、これは。うん、普通に鉱石とか欲しいねんけど。僕、こんなのよりすごいお宝を発見してお金持ちになるんだから。お金持ちになったらお兄さん、うん、お兄さんを雇ってあげる。ありがとう。うん、勝てなさそうに見えたんかな、裸やから。まあ、純粋やかな、子供は。おい、転がっていくね。そのまま転がっていくね。うん、いるな、転がっていって先に子供たちがいるね。まあ、でも、こっちじゃないから。まあまあ、行くか。とりあえず、ユン組、お邪魔しまーす。来たよ。ユンボ来ましたよ。あ、でも、耐火装備買ってたっけよな。え、ちょっと待って、そうですって。いやー、人手不足だから助かるよ。うん、ごめん。そうね。買い取って。バイトじゃないけどね。あ、まあまあまあ、今はいいや。待って、なんてなんて。まあ、いいか。うん、ユン組、ここがユン組じゃないの？この、ダセー、ダセー。この上に行けってこと？いるな。お前かい。ここは誰の部屋？ユン組の部屋ってことやから、ユンボの部屋。あ、ユンの日記。かわいい。デスマウンテの、噴火が止まった後、オルディンからは溶岩が消え、気温も一気に下がってしまった頃、急激な気温の変化に、体調崩す者もいれば、景色が変わりすぎて、混乱する者も出ているらしい頃。このままじゃゴロンシティは衰退しちゃう。僕に何かできることはない頃か。めちゃくちゃいいユンボー出てきた。ってことは、今の人格はユンボーじゃないと。なんか呪われて、ね、操られてるんかな。か、まあ、そういう、なんか、誰かに、姫ちゃんと何か話したことによって、それを信じてそれを行ってるみたいな感じなんかな。溶岩が冷え固まって今まで行けなかった場所に入れるようになった頃、巨大な岩場として化したオルディン地方、鉱石の産地となるとこをやること一つ。掘って掘って掘りまくる頃、うん。ティアキンやってるな、これ。掘って掘ってで、やりすぎやよ、これは。これ子供たちやってるからね、このゲーム。たくさん鉱石を採掘してシティを盛り上げる頃。ひたすら洞窟を掘って鉱石を採掘していたらみんなが手伝ってくれるようになった。うわぁ、やっぱ行動で示していくのが大事なんやな。そういえば一番手伝ってくれたのは、トカチンとイフ、子供たちがめっちゃ手伝ってくれたってこと？いいやつばっかやな、ほんまに。僕は間違っていた頃、シティの幸せを願っているのは僕だけじゃな、あ、確かにみんなが願っていることではあるよね。僕はみんなが安心して働ける場所を提供するために組合を作る、めちゃくちゃいい。志が素晴らしいね。
ユン組ちょっとダサいけどね。まだ少し、肌寒く感じることはあるけど、みんな今の環境に慣れてきた頃、気温が下がって誰でも耐火装備なしでゴロンシに来てもらえる今がチャンス。たくさんの人に遊びに来てもらえるよう新しい街道を作る頃、それでユン組を採掘した鉱石を特別価格で提供する頃。ああ、まあ、安くというかね、まあいい値段で売ってるってことなのかな。天井、天変地異起きて。はいはいはい。ゼルダ様とリンクが行方不明らしく、プルア様が創作活動を始めた頃。僕も手伝いに来たいけど、その前に最近デスマウンテンから変なモヤモヤ、何？え？やばいな、変なモヤモヤって。もしかしてデスマウンテンの中に入っていくんかな。それがシティやユン組のみんなに悪いものじゃないかどうかだけ見てからする頃。あー、これで最後か。だからそこのモヤモヤに行ってからもユンボーがちょっとバグり出したというか、いかれ出したってことか。この人は？あー、なるほどね。こっからこういけるって感じだったんだ。じゃあ次どこ、あ、そっちか。もうこっち行けってことかな。あいと、あ、来た。出た。イッフルと。トカチンね。ユン社長の知り合い頃。ユン社長は金髪のお姉さんと。なんかもうこの金髪のお姉さんってなんかもうギャルと話してるみたいな感じに思っちゃうねんけどな、これ。絶対僕だけじゃないの、思った人。美味しいわの取引中頃。誰も入っちゃダメなんだ頃。でも俺、あのお姉さん好きじゃない頃。ああ、なるほどね。トカチンはちょっともう、ユンボーには話してほしくないんやな。取られるからかな？取られるからと思ってるんかな？シティのみんながおかしくなったのは絶対あの美味しいわのせいなのに。そう、ころね。ユン社長が被ってるあの変態、変態マスクの仮面被ってみたいな感じやな、ほんまに。あのお姉さんからもらったって言った頃。それを被ってからユンボーがバグり出した。なんかまあ、陽キャなユンボーに、ユンボーになってしまったもんな。優しかったユン社長があんな態度になったのもあの変なマスクをかぶり始めてだった頃。お兄さん、ユン社長と仲良し頃。まあ仲良しやな。うん、一緒に英傑やって、新英傑になったもんね。みんなのために作ったユン組がみんなを苦しめるなんてもう嫌。うん、イッフルも、ま、うん、ほんまに子供じゃないぐらい素晴らしいことを言ってるね。ここを通したら美味しいわの再開をやめるようユン社長を説得してくれる頃。うん、子供の、うん、今はちょっとちゃうやろ、おい、リンク。お前何歳やねん、100歳超えてるやろ。子供の願いを叶えたれ、やってみよう。トカチン、今の聞いた頃？うん、これで優しかったユン社長戻るかも。任せろ。こちら親友なんでね、親友と親英傑。任せろ。どうぞどうぞ、これ。うん、じゃあ行くわ。うん。サイコパス。わわわ、超、うん、サイコパスの動きするな。うん、サイコパスの動きしてるな。行くわ、行ってくる頃。おと、ストーリーが進む。おーっと、姫ちゃん。うん、姫ちゃんとユンボーが話してるな。うん、すごっ、ユンボーやっぱ強なってるな。で、美味しいわゲットみたいな。いや、もうやめてユン社長。うん、確かにいいね。この3人の姿好きよ。ああ。そんなヘンテコのマスク。やっぱヘンテコと思ってるよな、みんな。なんか脱いで、俺たちの大好きなユン社長に戻ってほしい頃。いや、素晴らしい、トカチン。みきゃ。お前たち。おい、脱げ。その仮面脱げ。おい、姫ちゃん、どうした？やめろ、やめろ。姫ちゃん、やめてくれ。なるほどね。その仮面で操られてるんや。ゼルダ様、正しい、美味しいわ、みんな、幸せ。やばい、操られてる。ってことは、この姫ちゃんは偽物ってことか？敵か？味方か？どっちだ？やばい、戦うってこと？待って、嘘、正気を失った指、待って、はい、はい。あ、強っ。これ、どうしたらいいの？どうしたらいい？どうしよう、どうしたらいいのか。なんか岩で破壊していった方がいいかな、これ。そういうこと。見てー。
ょっと逃げようか。うん、戦い方わからへんと逃げるわ。え、うわ、お願い、ユン社長見捨てないやごめん、こんな子供たちの凛々しい目で見られたらそれはね、行くしかないか。やっぱり、あのマスクどう見てもおかお前らの驚き方の方がおかしいって。うん、逃げるなってこと。どうやって倒すの。倒し方分からへんねんけど。待て、うん、どうしたどうした、刺さってるけど。おっと割れたね。うん、割れて、え、どうしたらいいの。うん、全然食らわへん、どうしよう。ちょっとぶつかっ、なんかにぶつかっ、お、いいねいいね、で、よいしょと。で、仮面が、変態マスクが、はい、崩れて、あ、え、目が見えた、目が見えたよ。いくぞ。で、こっちに来させて、いってー。そう、なかなかやりよるな。今にぶつからしたいんかな。やばい、死にそう。ユン社長死にそうです僕。とりあえずぶつからせよ。ちょっと待って待って待って、そのかん、オッケー、これでオッケー、よいしょ。ちょっと岩に当てたらよかったよな。オッケー、これでオッケー。ユンボーイ戻ってくれ。本来の、お、戻った、ほらの言う前戻って。そんな陰キャな言う前やめて。これで戻ってくる。ぼ、僕は今までな、何を戻ってきた。おお、お前らのおかげやで、ほんまに。トカチン、トカチンと言うと全然こいつらの名前覚えられへん、ごめん。トカチンとイフルね。トカチン、イフル、一体何が起こった頃、ゼルダ様にマスクをかぶせてもらってから記憶がはっきりしない頃。おお、よかった。普通のユンボーに戻ってる。とにかくゼルダ様にちゃんと話を聞かないと。そうだ。ゼルダ様は？おい、逃げるな。姫ちゃん逃げるな。行け。突進しろ、お前。ユンボー行け。お前の方が早い。どうしたどうしたどうした？地震か？噴火するんじゃ。おい、逃げるな逃げるな、姫ちゃん。何か語っていけ。おっと、どうしてる、どういうことどういうこと、閉じ込められた頃ってこと。トーレルーフで帰ろうか、一人で。リンク、マガマガしい、なんかニンニクみたいに出てきたけど、美味しいわ、美味しいわのバカでかいニンニクバージョン。おっと、その剣、おい、トガンクーだけ使ってるやん。みんな大丈夫、怪我はない頃。みんなって、おい、リンクしか見てないけど、どうしたどうした、何何の光？なんだゴロ？何か聞こえたような。何も聞こえんかったけど。それより、ゼルダ様が洞窟の外に。え、あの金髪のお姉さんがゼルダ様だった頃？だから、もう同じような顔するな。驚き方そのパターンしかないんか、お前。ゼルダ様には、あの変なマスクのことや美味しいわのことを、いろいろ聞かなくちゃならないことがあるゴロ。早くここ出て追いかけなきゃ。入り口を塞いでるあの赤い岩は僕の突撃じゃないと壊せないゴロ。ただ突撃するときは僕が前が見えないゴロ。ああ、まああれか、回転してるからゴロね。リンクが僕の命令になって導いてほしいゴロ。ああ、なるほどね。ってことはなんか方向を示したらいいってこと。ユンボーの炎を操る力。ユンボーからオーラが出ているときは狙った方向へ炎をまとった突撃攻撃ができる。え、めっちゃ最強の、最強じゃん。あ、お前らどこ行ってんの？おい、お前らどうした？何を見てんの？うん、ありがとうね。あー、なるほどね。いいよ、いいよ、いいえ。うん。あとで、まあ、お金というかね、そういう、ちゃんとした対価もら、あのね、報酬くれたら全然、何もせえへんから。どれを壊せばいい頃？出口どこ頃？え、出口どれ、あ、これかな。ユンボ、これ。ユンボ、これ。ここに行って。ユンボ。あ、なるほどね。これで行くってこと？
これでここかな。オッケー。ん？あれ？ここじゃないから。行け。あと。どこですか？ちょっと。ここかな。よいしょー。あ、ここゴロっぽいね。現場を来て。オッケー。よし行こう。行け行け行け。あ、あっさり開いたな。これで出られるゴロ。早くゼータ様を追いかけるゴロ。行こう行こう。早く行け。転がって行け。お前ら、お前らの足早いわ。行け行け。後から行くわ。ちょっと散歩してから。ゼルダ様？うん。どこにいる？あれ？見当たらない頃。うん？もういちいち反応でかいな、こいつら、ほんまに。どうした？あ、ほこら？デスマウンテンが出てる赤いモヤモヤは何頃？うん。何頃って、それを見に行ったんじゃないの？ユン社長、覚えてない頃？あの赤いモヤモヤは危ないから近づくなって言ったのはユン社長頃？ハイラル城が浮かんで、天変地異が起きた頃だった頃。この辺りも大きく揺れたから、まだデスマウンテンが噴火しないか、ユン社長が心配して調べに行った頃、まあそれからゼルダ姫に会ってみたいな感じなんだもん。ああ。そうそう、デスマウンテンから戻ってきたら、ユン社長があのマスクをかぶってた頃、変態マスクね、あのクソダサ変態マスク。陽キャになれるけどね。あ、思い出した頃。そうだ、僕、デスマウンテンの加工でゼル様に声かけられて、なるほどね。ってことはやっぱデスマウンテンに行くっぽいな、これは。それであのマスクをかぶせてもらうかぶせなんかもうユンボそこで気づけよ、お前なんでこれかぶるんやろなみたいな、ちょっとなんでかぶるんですかみたいな、ちゃんと聞いとけよお前、そこでかぶせてもらったことじゃないんよそれは。じゃあゼル様のお家はデスマウンテンに、あ、うん、そんなわけないやろ。確か近くには見当たらないし、デスマウンテンに行けよ、もしかしたら、まあ確かに手がかりはありそうよね。トカチン、イフル、僕はゼルダ様を探しに行ってくる頃。お前たちを連れてはいけないけど、必ずみんなを元に戻す方法を聞いてくる頃。だから信じて、シティで僕のか、僕らのか、僕ら、いいね。二人で行くってことね。僕らの帰りを待っててほしい頃。うん。おい、いい子。いい子供たち。リンク、ゼルダ様を探しにデスマウンテンまで一緒についてきてほしい。まあいいね。頼れる存在。頼り頼られ、行こうか。山頂はトロッコが便利ごろ。なるほどな、これね。じゃあまあとりあえず行くか一旦ね。ほこらもい、ちょっとほこら行こうか。うん、とりあえず行こう。とりあえず進もう。デスマウンテンに行くごろ。ここね、まだ多分こっからで、あ、いいね、これが欲しかったです。バイバイユンボ、バイバイ。あ、怖っ。どうした？飛んでたけど。ユンボ飛んでたけど。うん、すぐ、やばいやばいやばい。お、怖っ。すごいジャンプ力。